また飲みます。先にこれを解凍しながら、なんかこれ海藻サラダ、まあ、カブママの。じゃあちょっとおぜちん、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。またやってる。これが意外といいね。これ、うんうん、さっぱりするでしょ。さっぱりする、うん、この海藻サラダいいよ、うんうん。食べてみる。めちゃくちゃうまいから、うんうん、これはこれはいただきます。美味しい。美味しい。美味しいよね。美味しい。美味しいよね、うん、すごい美味しそうに焼けてる。かわいいよね。いいよ、うん。これも美味しそうに焼けてる。これはね、超上出来、うん、サビステーキ、なんだっけ、なんか海藻サラダ、うん、ガーリックご飯、薄味に作ってあるんで塩コショウ。オリジナル塩コショウ。いただきます。うん、うん、いただきます。すげえ。ワインとビールだよ。すげえ。あ、なんか私のご飯が増量してる気がする。してないよ、してないよ。してない？うん。気のせいか。そんなもったいないことしないよ。ワイン。はい、乾杯。乾杯。はい、飯終わってですね。今6時50分ぐらい。さすがに寒いですね。
よいしょ。よしよいしょ。寒い寒い寒い。福島県、群馬県、栃木県のちょうど県境の真ん中あたりにありますね、尾瀬。で、実は今年なんと10周年ということで、こちらの尾瀬国立公園はですね、昔栃木県の日光国立公園尾瀬地域っていうところだったんですが、ちょうど7時からですね、ビジターセンターの職員の方から、尾瀬の歴史とですね、あと日の江又村の歴史ですね、40分ぐらいかな、なんかレクチャーがビジターセンターでありまして、聞きに行きました。そしたら結構ね、彫像小屋やヒュッテン泊まってる方たち、またテント泊の人たちも聞きに行ってて盛況でしたね。まあ、それが終わってですね、ちょっと雨の中テントに戻ってきて今、休んでます。そうだな、テントの中のつってもね、まあ、山岳テントなんで、これはちょうどね3人落ちても、まあ実質2人で寝てんですけど、ちょっと何も片付けてないんで、あとはねこれ乾かしながら寝てます。ちなみにね、これはなんだっけ、これねブラックダイヤモンドの文字ってやつですね。確か100ルーメンぐらい。これ取り付けがですね非常に秀逸でしてね、この金具が。でそれで最近よく使ってますね。あとこれがですね、ユーコのランタンのメーカーのユーコのですね、プラルスとかクラルスかな、うん、これ好きなんですけどね、クラルスというタイプですね。これもね、まあ、懐中電灯代わりに使ってます。そんな感じで、まあ、結構虫がいっぱいいるんですけど、まあそんな感じでですね、やってます。あとねこれがおすすめなんだけど、腕時計タイプの蚊取り機ですね。これね音が聞こえますかね、これファンが回ってるんですけど、これが非常に今のところ効いてますね。これ電池式でファンが回ってですね、確か20日間ぐらい効くらしいです。今回使ったのは今日が初めてなんですけど、今のところ効果をですね、発してますね。コーンスープと卵焼き、うん、もうちょっとそれくらい。あと追いつかないんですけど、追いつかないよ。ああ、うん、
わりと勢いもあります。天理の投手陣が明豊の土壌です。なるほど、それで一品。はい、スクランブルエッグコンビーフサンド。コンビーフオムレツサンド、はちみつパン、コーンスープ。はい。美味しい。おはようございます。大地健造です。今月は大人の夏ソング特集をお送りしています。今週もよろしくお願いします。本日は南吉高田美穂。今ね、7時半。32分ですね。ちょっとね、まあ天気予報通りっちゃ通りなんですけど、午前中はなんとか曇りで持つらしいんですが、出発地の沼山峠の方に向かっていきたいと思います。撤収はですね、約30分ぐらいかかっちゃったんですけど、綺麗に撤収しました。このなんだウッドデッキみたいになってる、これはですね、非常に一見いいんですが、これはどっちかというと僕は土の方がいいな。アルパインザックも結構もう、これ50リッターのアルパインですけど、もう結構もうパンパンで、買うままのは40リッターですけど、まあ夏キャンプなんで50リッター、40リッター、まあ、こんなものがちょうどかなという感じがします。じゃあ、戻ってきたいと思います。この辺、まあ、テント張ったままの人はですね、多分朝一で沼を回ってるか火打ち行ったんかな。あ、すいません、ひょってよさらばということで戻りますか。
沼は相変わらず静寂ですが、フューチャーも全然見えないですね。はい、じゃあ7時40分、大江湿原に向かいます。金光か、なんだっけこれ、忘れちゃった。なんとかそうが、なんとかそうが、アプリで勉強したのに、なんとかそうが